ごきげんよう、タコボンド97歳です。さあ今回ね、ふにゃふにゃバトルシミュレーターにアップデートが来て、まあ新しい新キャラとかね追加されたらしいんだよね。もう早速新キャラをね探していきたいけど、なんか始まったね。見てみましょうか。花火かかったようだね。やっぱ花火ぶっ刺さるのは危ないからね。まあとりあえずね、新キャラ探していこう。というかもう事前に見つけておいたんだけどね。こっちの方進むと、これ何かあの骨取れたぞ。ラプトル、ふにゃふにゃラプトル、新キャラ来たね。それからさらに、どこだ？もう一体いるんだけど。あ、ここか。この洞窟の中、炎がありますが、これだね。さ、これは？ラプタル・リデオ。ラプトルに乗った、ふにゃふにゃってことか。早速これは使うしかないでしょう。やっていこう。まあとりあえずマンモスにしていこうかな。まだどれだけ強いかわからないけど、もうちょいラプトル増やしてみようか。2列で。さあどうだ、ラプトルの群れが襲いかかってきた。これはおやべ、早い、強いなラプトル。もうちょい数減らしてやってみよう。さあ、これでね、この数はどうかな。さあ、ラプトルは、噛みついてんだね、これ。さあ、マンモスが暴れ回る。噛みついたラプトルを、剥ぎ取ろうとしているが、おや、これはマンモスが勝ったようだ。さすがにこういうことか。まあでも大体強さ分かったよ、これで。じゃあもうちょいラプトルをこう増やしまくって、それから巨人行ってみようかな。ここはじゃあ木の巨人で行こう。さあ始まりました。ラプトル VS 巨人。さあ全員で食らいつく。巨人は木で叩いています。人に群がる子犬たちみたいだな、もう。いや、でも、で、巨人意外と強いな。倒せてるぞ。おっと、今、股間噛まれてたけど、この表情です。やっぱ巨人強いな。もしご近所に巨人がいたらすぐ逃げましょう。じゃあ、まだまだ巨人倒せるぐらいのラプトルを追加してのスタート。さあ、ちょっとこれは、PC が重いぞ。だが、うおー、全身噛まれてる。これは、巨人もさすがに、苦しそうな表情。いや、表情は見えないけど。おー、終わったか。さすがにこの数は瞬殺だったか。全身噛まれると、すぐ終わるんだね。なるほどね。ラプトルでいろいろ学べるな。じゃあ今度はこのラプトルに乗った、ふにゃキャラね。盾と槍持ってるのか。完全、アフリカに住んでそうな部族だな、これ。じゃあ、馬でやってみるか。さあ、どうだ？おっと、ラプトル？弱い！あっさり終わったな。さすがに馬の方が強いんだね。じゃあここは牛で行こうかな。ラプトルの数も増やしていこう。さあこんぐらいでいいかな。やってきます。さあ暴れ牛に。おっと、これは早くも終わったか。実況そんなすることなく終わったな。さあ、まあこんな感じなんだね。このね、トータリー呆れたバトルシミュレーターに新しいこのシステムが出たんだよね。こう、円状に戦う、設置できる、
こういう感じね。で、例えばこれ、まあ、真ん中に、まあ、巨人置こうかな。アイス巨人ね。で、周りに、これ真ん中青チームね。で、外側は赤チームにこういう感じで設置できるようになったんだよね。こういう円状に戦うシステムね。今回のアップデートで新しくできたんだけど。よし、さあ、じゃあこれで試しにやってみようかな。待って、一匹テンション高いラプトルいるな。これ早く戦いたいよ。そこで、おお、集中で狙ってく。確かにそんな顔になるよね。もう全ラプトルが股間狙ってるもん、これ。さあ、耐えられるか、巨人。おっと、巨人のパンチ。やっぱでも一撃が強いな、巨人は。もうほとんどやられちゃってる。だが地味に背中を噛みついてるから、もうジャイアンだな。こいつ、巨人やっぱ強いな。この数のラプトルでも勝てなかったか。まあ、そこまで強いってわけじゃないんだね、ラプトルは。じゃあ今度はラプトルを真ん中にこう設置していって、外側は、風船にしてみようかな。お、ちょっと待って、なんかずれたな。ここはね、しっかり。やっぱ几帳面なんでね、僕こう見えて。A 型なんでね。ここは綺麗にしっかり並べていって、まるで、僕の頭のようなね、感じでこう作っていくと、さあ、どうなるでしょうか、これ。やってきました。おっとラプトルが飛ばされてく。見てください、これ。この世界だけしか見れない光景だからね。ラプトルが天国に行きました。いや、これはいいバトルだったね。ハッピーエンドで終わったバトルだ。みんなありがとう。さあ、今度はね、雪エリアにやってきました。まあ、どうやらここにもね、新キャラが一体いるそうなんですが、ここだね。もう見つけておいたんだけどね。さあ、お、なんか被り物だね。さあ、これなんだ？ショウダーっていうキャラ。え、なにこれ？ちょっと気になるんだけど。まあ、とりあえずこれ見てからやっていこうか。そう、これ適当に並べたけどどうなるこれ。おっと、コーラス。コーラスおのか、これ。そういえば。固めてく。これもう、あ、終わっちゃったか。今、面白いこと言おうとしたんだけど、終わっちゃったか。まあ、何言おうとしたかね。もういいや。もう忘れちゃったし。ということで、早速、これか。新キャラね。これなんだ？ショーダーって。見た目こんな感じだね。まあ、とりあえずこれでやっていこうかな。敵は金棚持ってるね。さおっと。え、吹き出そうさな。なんだなんだ、この技は。あれ、もう切られてる。やばいぞ。風を起こす能力か？いや、叫んでんのか。叫ぶ能力ね。叫ぶふにゃふにゃか。いや、そりゃ弱いよ。攻撃や叫ぶって。いや、まだわからない。数増やせば強いかもしれないな。じゃあ、この丸い円を、綺麗に、こう設置する。こういうのって、いつまでも見れるよ動画でありそうだな。こういうなんか綺麗に何かを作っていく光景ね。それからじゃあ真ん中どうしようか。あ、これにしてみようかな、久しぶりに。こう、藁をまあ、なんか、藁の装備だけど、叫び声防げるかどうかね。それじゃあこっから。
おお、ちょっと、おい、やばい。なんかボタンミスった、やばい。ボタンなんかミスったな。またね、一回スローモーションで見てみよう。今何が起こった？ぶっ飛んだけど。さあ、まずここで、スローモーションで見ると、叫び声のこの白い叫び声を出しています。それから、おお、え、何これ。 叫び声でぶっ飛んだ。こういう現象が起きてたのね。いや、でもまだ生きてる。うるさいな、これ。叫び声、ああ、こっちもね、ぶっ飛んだよ。だが、まだ生きてる。さすが、わら。ここにも一体。いや、これもううるさいよ。叫び声がこんな集まるって。いや、ひどいな、もうこれ。もう叫び声がこんな集まったら、恐怖でしかないな。さあ、次はこんな感じでやっていこうかな。応援団もつけました。まあ、これで叫び声のスピードアップすると思うけど、どうなるこれ。さあ、巨人は吹き飛ばせるか。今回も森巨人が活躍するようです。おお、奇跡の光景、巨人が浮いた。こんなの初めて見た。いや、何回も見たことある。巨人が浮いたのは何回も見たことある。さあ、でも、あれ？結構強いな。なんか重なってるし。巨人やっぱ強い。やられちゃってるね。やっぱ一発が一撃だからね、基本。おめでとう、巨人。さあ、今回はね、アップデートで、ラプトルが追加されましたね。正直、ラプトル一匹じゃね、まだ弱い恐竜だけど、これからね、もしかしたら強い恐竜とかも追加されるかもしれません。あ、今気づいたけど、クリック長押しで、ちょっとだけスローモーションになるんだね。こんな感じで。このゲーム結構やってきて、今気づいたけどね。まあ、ということで、もしね、近くの動物園でラプトルが脱走したときは、みんな気をつけてね。それでは、面白かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。バイバイ。バイ。